Environment Collect. Tonight's game is El Mar versus Lanfreche. お会いする皆さん、こんばんは。ベルマーレ平塚対サンフレッチェ広島、今日はプレシーズンマッチをお送りしましょう。解説はおなじみの木村和司さんです。お願いします。いよいよキックオフ。ベルマーレ、パス回しをどう阻止するか。この状態からスルーパスに気をつけたい。どう出るか。両チームここまでノーゴール、いかがですか。まあこういう我慢比べの時には、得てしてミスから点になることが多いですよね。相手の動きは早い段階で抑えておきたい。ノンチゲームを作ります。パラサク、落ち着いてさばきます。ここで抑えてシュート、キーパー正面。中盤でボールを抑えておきたい。シュート、キャッチできません。ボールがこぼれた。中田、ボールをしっかりキープしています。中田、ドリブルで相手選手を引きつけます。ディフェンスが硬いですね。守備陣が寄っていきます。これはファールでしょう。これはいけません。フェアプレープリーズ。ボールはサンフレッチェ。蹴るのは小島。どう組み立てていくのか注目したいところです。あ、仕掛けていくか。シュート、両者無得点のままゲームは進行しています。中盤でボールを抑えておきたい。詰めていった。前半も終盤に入っていますが、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。さあどう出てくるのか。シュート、キャッチできません。ボールがこぼれた。ボールが跳ね返った。今ホイッスル。ここで前半終了。後半のキックオフを迎えます。どうでしょう木村さん、前半を振り返ってみていかがでしょうか。まあ、特に戦術の切り替えの必要はないと思いますが。中
終盤の攻めはどう出ますか。まあ積極的に勝負にいってんじゃないでしょうかね。ベッチーノセンターリング右オープンスペースパラサン、このセンターリングベッチーノ中央にボールを入れる、そしてまた野口シュートを狙った、プレッシャーをかけるのか、おっとラインをかき回しています野口、シュートか、得点は0対0さあ逆襲です、シュート、キーパー素晴らしい、中盤でボールを押さえておきたい、どう出るか、まだ蹴らない、両チーム得点を取れず0対0のまま進行しています。ん？ファールになるか、ベルマーレパス回しをどう阻止するか、ゲームの主導権を握りたい、両者無得点のままゲームは進行しています。相当荒っぽい、これはいけません、リアプレイプリーズ、シュート、パルディーニゴールライン終わりました、コーナーキック、ボールはデルマーレ、コーナーキックは得点を生む確率が高い、原さん落ち着いてさばきます、原さん行きます、上がってきています、あ仕掛けていくか、ロングシュート、キーパー正面、デルマーレパス回しをどう阻止するか、プレッシャーをかけるのか、カウンターアタック、シュートしました、キャッチできません、ボールがこぼれた、シュート、ルックアップ、パウリーニョ、シモン、パウリーニョ、ペナルティーエリアまで来た、両チームここまでノーゴール、いかがですか。まあこういう我慢比べの時には得てしてミスから点になることが多いですよね。後半終了しました、延長戦に突入します、延長戦開始のホイッスルです、フィジカルコンタクトが荒い、もういい展開ですよ、旗が上がりました、オフサイド、ベッチーニどうしてこれがオフサイドなんだといった表情です、オフサイドトラップをかけてますよね、あここはどう守る、延長前半戦の序盤、得点は0対0、プレッシャーをかけるのか、相手に翻弄されています、両シュート、ボールが跳ね返った、まだシュートしてきません、ボールはゴールライン割りました、ベルマーレゴールキックに変わりました、シモン落ち着いてさばきます、自らキープです、シモン、ここで延長前半終了です、
今延長後半に入りました。両チームともここで決めておきたいところ。中盤でボールを抑えておきたい。ベッチーニ、タイトなマークで寄ってきていますが、やや右寄りのところでのボール回し。ここでいい組み立てが欲しいですね。シュートしました。ボールが跳ね返った。ボールをコントロールしきれませんでしたね。コーナーキック、蹴るのはゴールライン割りました。さてゴールキックで試合再開です。さあどう出てくるのか。両チームともまだ得点がありません。シモン、ボールをしっかりキープしています。野口、シュートを狙った。中田、落ち着いてボールをさばいています。PK 戦にまでも連れ込みました。最初のキッカーは野口。どうだ、思い切りがいいですよね。サンフレッチェの順位、シュート、まあ次に期待しましょう。2人目、パウリーニョ。どうだ、一瞬躊躇しましたね。サンフレッチェ、高木。どうだ、まあシュートを入れた後のガッツポーズも考えたんじゃないですか。ベルマーレ、パラサン。どうだ、入って当然なんですが、そうは言っても難しいですね。サンフレッチェ、ファウストラ。蹴った、読みがバッチリでしたね。ベルマーレ、ベッチーニ。蹴った、思い切りがいいですよね。ベルマーレ、これを止めれば勝利が決まります。シュート、決められてしまいました。ベルマーレ平塚、勝たなきゃ本当に倍の疲れがきますからね。シュート、ゴリン、これ決めた。Thank you.